はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅カードを配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日のお話はですね、白血病になった僕が治療のために、ね、骨髄移植をして、それに伴う副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んで、今現時点でですね、体に起こっていることを、ね、リアルに解説するお話です。まあ、簡単に言うとね、大変なんです。まあ、見てくれてる皆さんの中でね、免疫抑制剤を飲んでる人も同じような経験をされるかもしれません。そしてこれから退院して自宅でね、免疫抑制剤を飲むかもしれない人もいてるかもしれませんので、お話ししていきますのでね、ぜひ最後までご覧ください。その先日ですね、通院でね、免疫抑制剤の飲む分量がね、15ミリから 12.5 ミリに、ね、減りました。まあ、それがきっかけでね、体に変化がありました。15ミリのままの状態がね、確かに4ヶ月、5ヶ月、半年かなぐらい続いたんですよ。で、まあ、その前は 17.5 ミリが3ヶ月でしょ。で、その前は20ミリが3ヶ月ほど続きました。まあ、ちなみにね、約1年前はね、5ミリまでね、減ってたことが、ね、あったんですよ。まあ、その頃はね、勤め先の美容室にね、自分の心の中では、まあ、復帰間近やっていうことでね、体を慣らすために、その週に1回だけ、午前中だけ出勤というのをね、していました。で、そのまま調子が良かったらね、出勤日数と時間を増やしてもらって、それから、本格的にね、復帰しようかとね、思ったんですけどもね、まあ、しかしね、あることがきっかけでね、再入院することになったんですよ。それはね、肺炎なんです。まあね、今ね、肺炎と聞けば怖いですけども、まあ肺炎というのはね、いつまでたってもね、怖いものなんですけども、まあ今年はね、すごいのが流行ってしまったので、まあ肺炎と聞くとね、ドキッとするかもしれませんけどもね、1年前になった僕の肺炎は、肺炎球菌の肺炎でした。看護師さんの友達に聞けばね、その肺炎球菌の肺炎もね、十分怖いで、とね、まあ言われましたけどもね、まあその肺炎で2週間入院したおかげでね、免疫抑制剤が30ミリまでね、増えてしまったんですよ。で、その免疫抑制剤というのはね、その名の通りですね、体の免疫力を抑える薬です。まあ、僕の体はね、最初に説明しました通りね、白血病でね、骨髄移植をしたんですけども、この骨髄移植というのはですね、簡単に言いますと、その他人の健康な骨髄液というのをですね、患者の病気になった体に入れて、なじませて、他人の骨髄液をこう育てていくやり方なんですよ。まあ、めっちゃ簡単に説明しましたので、まあ、詳しく知りたい方はね、過去の僕の動画をご覧いただくか、まあ、これからもね、詳しくお話しする動画をね、アップロードしていく予定なので、よかったらね、チャンネル登録をね、よろしくお願いします。で、そんなね、免疫抑制剤がね、体にどんな効果を発揮してくれていることとかもね、お話ししていきますのでね、よかったらね、参考にしてみてください。まあ、今日はしませんけどね、話を戻しましょう。その日本で免疫抑制剤の飲む分量が今回減ったのがですね、先週の木曜日に通院やったんで、今日が月曜日なので、ちょうどね、金土日月4日か3日かな、3日4日が、ね、過ぎ3日は過ぎた頃なんですよ、今日はね。で、まず劇的に変わったことがあるんですけどね、それはね、眠い、めっちゃ眠いんですわ。眠たくなるようになりました。15ミリの時はそんなことはなかったんですけどね、その僕の飲んでる、ね、種類では、免疫抑制剤の種類はね、調べるとですね、不眠が出てくるんですけども、今は、それは今までとは変わらないんですよ、本当に。不眠は不眠なんです。夜寝れないんですよ。でも、朝起きる時間はね、変わらないんですわ。だからかもしれませんけども、そのね、昼間から11時頃ぐらいからかな、ぐっとこうね、なんか眠たくなるんですよ。でも15ミリの時はそんなことなかったんです。昼に眠たくなることなんてなかったんですわ、ほんまにね。変わったのは分量が減ったことと、で、もう一つ、ね、飲み方がね、変わりました。それがね、原因でもあるんかなーなんて思ってるんですけども、今までは15ミリやって、ね、全部の1日の飲む分量が15ミリやって、で、1錠5ミリグラムを3錠飲んでたんです。で、朝10ミリやから朝2錠、昼5ミリやから、昼に1錠と分けて飲んでたところを、まあ、今回から 12.5 なので、10ミリを2錠、2.5 を1錠を一気に3錠を飲むようになったので、まあ、それもあるかもしれません。
そういえばね、その入院中もね、朝に10ミリ以上飲んでた頃は、昼間はね、起きてられへんかったですね。まあそれが原因やったんかなーなんてね、今考えたらね、そう思います。まあこれはね、先生に聞いてみないとわかりませんけどね、とりあえずね、眠たくなります。で続きまして、口のしびれがね、少し増してきました。増しになってきたじゃなくて、増してきたんですよ。増えてきたんですよね、口のしびれがね。ほんの少しだけなんですけどもね、まあ、それに連なって、まあ、それより前からかわかりませんけどもね、唇のね、皮膚がね、気持ちね、薄くなってきた気がします。まあ、もともとね、唇はね、分厚い方じゃないんですけどもね、これはね、完全にね、粘膜障害ですよね。でもまあそのね、免疫抑制剤を飲んでるのにね、なんでなんでしょうね。まあ、変わったことといえばね、食生活くらいですけどもね、草食動物ぐらいね、その素敵な食生活というか、まあ、野菜生活をね、送ってきてたんですけどもね、おかしいなって感じなんですけども。ほんでね、次はですね、あることをする前になると気分が悪くなってめまいがします。で、吐きそうな日もあります。それはね、排泄をする時なんですよ。まあ、特にね、大便の時です。大便、うんこです。うんこ。このね、買い物に行った時にね、フロアを歩いてるでしょ。なんか急にね、頭がクラ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 してきたと思ったらね、その肩から下がね、もうだる重くなってきて、こう陳列棚にね、この肘で体を支えてですね、あたかもそこにある商品をこうね、見ているかのような雰囲気を出してながらね、こうフリーズするんですよ、チーンってね。そうこうしているうちに落ち着いてきたら、次の瞬間には、ね、便意が催し物のように押し寄せてきてですね、もう寄せては返す波間にできた砂浜が見えるタイミングでね、僕はトイレ肛門を閉めながら早歩きで行くんですよ。ほんで出したらすっきりして、そのしんどいのもなくなります。まとめるとね、なんせね、だるいんですよ。これをね、倦怠感って言うんでしょうかね。まあ、このだるさも眠気もね、朝の縄跳びとウォーキングが原因かもしれませんけども、まあ、健康的なことをしているのに対してね、まだ体が追いついてないんかもしれないですね。まあそんな感じでね、免疫抑制剤が減ってから3日経った体の変化をね、お伝えしました。まあ、まだ3日なんでね、まあ、これから何が起こるかわからないんでね、またね、何かあったら動画にしていきます。まあ、こういうのもね、一つの記録としてね、どんどん上げていきたいんでね、まあ、皆さんも参考になったらと思いますんで、僕が言ってることをすごい、全部が全部、鵜呑みにするんじゃなくて、鵜呑みにはしないでくださいね。こんなこともありますよっていうのを参考程度にして、皆さんで、いろいろ、実験動画とか、美味しかったね動画とか、僕、料理動画とか、たまにするじゃないですか、料理動画とかね。そんなんやったら試してもらってもいいですし、こういうその体験談っていうのは、みんながみんなそうじゃない。僕の場合はこうだったよ。でもあなたもそうかもしれないですねっていう、まあそういう、なんていうんですかね、ケースバイケースじゃないけど、こういうのもありますよっていうので、参考に頭の中にね、片隅にね、ちょっとね、入れといてあげてください。そのような感じでね、またよかったら報告させていただきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。